海と日本プロジェクト in 秋田県。35年ぐらいになりますかね。いまだにまだ未完成です。ところがウィンドサーフィンとではもうバランスの塊で立てないわけ。立ったと思えば落ちて、立ったと思えば落ちて、なんだこれっていうような感じで、そしてですね、やればやるほどその上達が自分で分かるんですよ。それで今度ハマってしまって、それが未だにまだ未完成です。カヌーはカヌーで、まだあれはまだ別のこう快感があるんですよ。ちょうどあの朝の10時頃になれば、東風から西風でこう変わる時間帯あるんですよ。その時がね、あの水面が鏡のようになって、ちょうどラップでもかけたような感じになるんですよ。そこを切り込んでいくっていうのが、もう乗ったことあるない人わからないですね。誰もいないんですよ、あの米城川を自分たちのために流れ出るんだという気持ちで来ればもう最高ですよね。いろいろこうすぐマスターできる子供と、なかなかマスターできない子供はいるんですけども、やっぱりあの子供でもどんでもやっぱ楽しくないければストレス感じてはダメだから、やっぱりあの天気のいい条件の時に来て乗ってもらえれば楽しさが分かるんじゃないですかね。やっぱりあのライフジャケットきっちり着てやれば、まずはほとんど安全で大丈夫ですよ。やっぱり海でも川でも、あの人間の存在っていうのがほんのちっぽけな存在なんですよ。カヌーで海に出たりすれば、もうそのパドル一つで自分の命をあの責任持たねばいいんですよね。だからそういうその自分で何とかさねばねっていうしなければならないという気持ちを子どもたちに、小さい時からやっぱりね、独立すんって言えばいいか、なんて言えばいいか、そういうのをある程度味わわせればいいんじゃないかなと思うんですけどね。